さとみんです。今日はリクエストで、オードリー関連のグッズを紹介してくれということなので、オードリー関係のグッズを紹介したいと思います。芸人交換日記の時のポスターを廊下に貼っています。あとはカレンダーです。2012と今年のやつがないので、2011年までのカレンダーしかありません。また出てほしいと思っています。あとは、オードリー関連の DVD とアメトークもそうです。オードリーの出ている DVD です。あとは波乱万丈、事務所の先輩後輩がゲームをするという DVD です。まだメジャーじゃない頃なのでとても貴重な DVD です。あとはカスカス TV っていうのを全部集めて、応募するともらえるってやつです。こっちは若林さん、こっちが春日さんになります。あとは潜在意識っていう DVD ボックスです。あとは、オードリーさん直筆のサイン入りと写真です。芸人交換日記の DVD です。これは実際舞台見に行ってきました。とても感動しました。ネットにあるのでぜひ見てみてください。夢を諦めてしまった私にとってはすごい響きました。芸人さんもすごい胸に響いたようです。あと足りない二人のポスターです。あとはオードリーの雑誌とかです。あとは、忘れてたんですけど、オードリー改名後の DVD です。まだツッコミとボケが逆の頃です。今は知らされてはいないと思います。ヒゲ男爵さんもいます。あとはミュージックソンのポストカードとパンフレットになります。あとはオールナイトニッポン45周年の時にライブに行ってきまして、歴代のパーソナリティが出てきました。そこでゴールデンボンバーさんを知りました。とても楽しかったです。あとはロンブーさんとか TM さんがいました。あとは中京テレビのスタジオにお邪魔しました時に台本をもらいました。廊下ですれ違ったりとか、タクシー乗り込むところまで、出迎えをしました。とても貴重な体験でした。これが私の持っているオードリーグッズです。